今審判団を先頭に両チームの選手たちが入場してきました。画面向かって左がホームの松本山雅吉、一段と引き締めて臨みます。さあ今笛が吹かれました。前半45分のスタートです。右にエンドを取っているのが緑のユニフォーム、ここは落ち着いて対応をつないでいきます。さあボールを奪う、チャンスになる、キクイ、キーパーファインセーブ。前を向いて右へ開いて五両、さあ星がボールを要求、その星にボールが通る、クロスを入れていく、球を有田が合わせていきました。スペースへの走り込み、さあここはパウリーニョ、パウリーニョ、さあ中ですが低いから右足、クロスバー前でした。キック獲得です。このキクイのパスから後ろから、さあ前を向く横山、スピードがある、スピードを生かす、しかしあっと倒れて PK。 笛が吹かれました。決めました、白坂の逆をうまく突きました。1対1、同点に追いつきました。後半の50分投入してきまして、見事このスピードでもって PK を獲得しました。五両、そしてロメロフランク、あ、ここはうまく危険の目を積んでいこうというところだったんですが、また前ボールにする。さあロメロフランク侵入していく、クロスを上げていきますが、まだある、ふわりと浮かせてヘディング、決まった、米澤 J3 通算50得点目、2対1、鹿児島が勝ち越しました。これがビクトルの足にも当たったでしょうか、そのまま吸い込まれていくような格好になりました。木村が蹴る、直接行った、壁に当たってビクトルがセーブしました。そこへ隅田が行きますが、クリアしていきます。ここで長い笛が鳴りました。試合終了です。